動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子のバオシンです。この旅動画にぜひコメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします。さて前回の足利散歩第2話足利学校編の前半パートでは孔子廟をはじめとする歴史的価値ある建物をじっくりと見て回りました。続く今回の後半パートでは足利学校の1000年を超えると言われる長い歴史にさらに迫っていく内容になっていますのでどうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めましょう。ではこの茅葺き屋根の建物の中入ってみたいと思います。これはユーザの器というんだそうです。孔子が弟子や遊説先で教えを説いて回るときに慢心をしてはいけないよということで作った器がこちらなのです。では僕も常におごり高ぶらずに皆さんに楽しんでいただけるように旅動画の配信を続けたいと思いますのでチャレンジをしてみたいと思います。ここに柄杓あるんですけどこれで水をすくってこの器に入れるんだそうです。じゃあやってみます。この水を器に注いでみます。こぼれたらおごり高ぶりがあるということみたいです。ちょっとドキドキです。いきます。全部注いじゃい全部注いじゃい。見事にやらかしました。恥ずかしい。これが足利学校の全体模型ですね。足利大学大学院工学研究科の学生たちによる造形物ということでこんな感じになってるんですね。広い広間入ってみると足利学校漢字試験というのをやっているのでやってみてください。これが冬の問題だと提出作物がない場合のために鉛筆が用意してありみたいです。ちょうど今、物のモデルさんの撮影をやってまして、あまり映さないように気をつけながら進みたいと思います。こんな展示物もありますよ。足利学校所蔵書籍に見る元号、明治、大正、昭和、平成、そして令和。そして日本遺産の分布図。日本遺産の認定制度始まった歴史というのは意外に浅いんですね。ほんと最近、足利学校を含む近世日本の教育遺産群が第1号に17件が認定ということですね。これが日本遺産の認定ストーリー初代一覧ということです。具体的な場所に関しては割愛します。よかったら足利学校に足を運んで見に来てください。
それから近世日本の教育遺産群を構成する学校塾ということで、地下学学校と茨城県水戸市の報道館、それから岡山県備前市の静谷学校、大分県日田市の歓喜園、ここが中庭北庭園か、今あちらのお部屋で爆書、つまり古書の虫干しの作業をなさってます。こんな感じで実際に作業が行われています。この足利学校なんですけれども、いつ建てられたのかについては全くわからないそうで、足利氏によるものですとか、あとは先ほど奉仕寮に祀られていた小野高村創建説など、いろいろ諸説ありますが、定かではないというのが実際のようですね。僕とゆかりのあるヨーロッパの国ベルギー、このベルギーの国王と王妃の両陛下、平成8年この足利学校に足運ばれてたようです。本当に貴重な蔵書が展示されてます。ちなみにブラシは炊かないでくださいということなんで、これが歴代の校長先生の出身地地図と、それから名前がここにあります。ここにはルイス・フロイスの日本史に記載があるということです。600年の前からヨーロッパにも足利学校の存在が伝わったということが展示されています。ちょうど爆笑の作業で忙しいみたいですね。ちなみには硯などの瓦だけが展示されてます。ここには発掘調査の様子が展示されてます。こちらは磁器が展示されてます。
以上で、かやぶき屋根の建物の中での展示物の視察でした。意外とドキドキでしたけど、楽しいですよ。ぜひやってみてください。最後に、こちらの、ちょっとこちらをご覧ください。もみじが色づき始めてます。変わり始めている時期のこのもみじの葉っぱっていうのもなかなか風情があるんじゃないかなと思います。図書館の内部には入れないのですが、こちらの南蛮ハゼという大きな木、カメラに収まりきらないぐらい大きな木です。そして南蛮ハゼの隣にはこのように竹林と土蔵があります。中には立ち入れないようですけど、ここにももみじの木がありました。そこにあるのはなんかお墓っぽいですか。足利学校の体育館のお墓みたいです。こちらにもお墓がありますね。というわけで足利学校でした。今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回は足利散歩の最終回、室町幕府を作った足利氏がかつて館として使い現在は寺院となっている安奈寺を散策します。どうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。